データサーブ D2 はスウェーデンリンシェーピングのデータサーブ社が設計した試作コンピュータである。IT セムのデータサーブ D2 データサーブ D2 の前面パネルデータサーブ D2 は独立したトランジスターで組み立てられ1960年に完成した。このコンピュータの目的は航空機に搭載する工法を補助するコンピュータを製造する可能性を調査することであった。 このプロジェクトの軍事面は、サンクやサーブ自動広報計算機という名称で知られ、D2 は民生用の名称であった。D2 は重量が 200kg ほどで卓上に置くことができ、6桁の重心法数字に相当する20ビットのワードを使用し、メモリ容量は 15kB に相当する 6K ワードであった。プログラムとデータは独立したメモリに格納された。 D2 は毎秒10万回の整数加算が可能で入力には紙テープが使用された。D2 試作機から得た経験はデータサーブ社の基礎となり民生用の D21 と組用機搭載モデルの双方の開発が続けられた。1962年にはもう民生用の D21 が発表され磁気テープ24ビットのワード統一されたプログラムとデータのメモリを使用していた。 より小型化された航空機搭載型コンピュータが開発される一方で D2 試作機の開発は中止された。D2 はスウェーデンのリンシェーピングにあるコンピュータ博物館の IT セムに展示されている。ありがとうございます。